ジュニア先生への殴り込みを目指します。この男石狩太一が入ってまいります。夢見た舞台に大きな足で踏み込んでまいります。河野正行の入場であります。石狩くん、コード行け。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー190パウンド石狩太一。石狩、石狩。赤コーナー250パウンドコーナー、コーナー正幸。コーナー、コーナー行け。レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。そのまま後ろに投げてまいります。フロントからのキック、抱えます。打たせません。打ち込んでまいります。張ります。乾いた音が館内に響きます。巻き投げで切り返します。起こします。ブレンバスターでぶん投げます。息を整えます。張ってまいります。掴みます。打ち込んでまいります。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。腕を取ります。耐えます。掴みます。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーをお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。ボールに入ります。肩が上がります。乾いた音が館内に響きます。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。さあ今日もフレッシュな小気味良いファイトを展開中であります。ファンの期待に応え、時代の王道の担い手となるため、アスナロの幹はヒノキの大木を目指してまいります。いけるか。投げていった。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。すごい顔で打つ。張った。もう気持ちだけで打ってますよね。はい。打たせない。抱えた。ブレインバスターで叩きつける。腕を取った。腕を殺していった。腰に手を回した。かわず落とし、カウント入る。2カウント、まだ足りません。組み合った。ボディスラムで投げつける。ピンポイント、膝ガードした。あっとドロップキック、ガチッと組み合った。場外に落とした。リングに戻ります。張り手、すごい音がした。頭を掴んでストマックを狙っていく。組み合った。
き起こす。いけるか。ロープに振った。ドロップキック強烈。体を預ける。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ガチッと組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。カバーした。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。すごい形相で締め上げていく。ブレンバスター行くのか。あっとエルボー。いけるか。ロープに飛ばした。キック強烈。立たせていく。あっとネックブリーカードロップ。そのまま耐え固め。カウント 2.8。 そうは問屋は下ろしません。すごい顔で打つ。ハッター。腕を回した。エルボーを入れていく。顔面蹴り上げる。キック。引き起こす。バックに回った。ラシアスイープ。かわず落とし。そのまま足を取った。ガチッと組み合った。ジャスの回り。ここで突き出した。起こした。バックを取って。かわず落とし。引き起こす。ブレーンバスターで投げつける。小脇に抱えた。すごい音がした。フロントキック。あっとキック。顔面へのキック。抱き起こす。小脇に抱えた。おお、高いところから一気に叩きつけた。さあジャイアントスイングに入ります。岩壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした。させません。掴んだ。エルボーを打ち込む。顔面